はい、せっかく明石兵庫に来たので、せっかく明石の時間基準線ですか見ようと思って来たのですが、残念、お休みのようです。月曜日休みですよね、こういうとこって。なので、ここ今ここにいるんですけど、駅に行ってこれちょっと見てこようかなと思います。さっきまで雨降ってたんですけど、なんかいい天気になってきましたね。よかったよかった。今家内は宝塚を見てるんですけど、今日はロミオとジュリエットかな、公演2日目みたいなんですけど、まあ楽しみにしてて、今もう12時半過ぎてるんで、もうそろそろ戻らないといけないんで、ちょっと巻きで急いでます。駅ですね。なんて読むんだろう。ひとまる。ん？ひとまる前駅ですね。この中にこういうのがあるらしいので、どうなんだろう。ちょっと入ってきます。かなりホーム端っこですね。こっちあるのかな？あれかな？これですね。ありました。これです。はい、今、日本の時間を決める地点、線に立ってます。ここで時間が決まります。おそらくあの美術館の真ん中のタワーみたいなのも全部まっすぐなのかな。でここはまっすぐずっと淡路島の方に向かってるのかな、よくわかりませんがです。まあ、やっぱりなんかこういうとこ立つと感動しますよね。ちょっとだけじわっと。こんな感じで書いてありますね。あ、すいません、お見送りで来て中まで入っちゃって、IC カードとかパスモで入っちゃったんですけど、出れなくて。ただいま、乗り越し手続きございますので、そちらの方来ていただけますか。はい。はい。はい。
ばらく。あ、はい、ありがとうございます。はい、やれてます。と IC カードで入ってしまうと今みたいに出れなくなってしまうので、ちゃんとなんかお見送り切符みたいなのかな、ちゃんと買って入りましょう。これかな。ここですね。ちょっと交番とか、なんだろうこれ、消防団の建物が建っているところにあります。こじんまりしてますね。以上です。かなり待ってるので急いで宝塚に戻りたいと思います。